はい、昨日はね、また静岡でさ、バカに効く薬のね、出版記念館やってさ、で、まあ、ちょっとね、いろいろとね、昨日親戚なんかも来るって言ってね、まっすぐさ、帰らせてもらってね、夕方からうちのね、蔵に行ってさ、で、飯食ったわけ。で、その時にね、昼間さ、ちょっとゴールデンウィークさ、やったらどうだろうってことで、で、ね、ほら、ホテルはね、もうほぼ満室になっていてさ、で、それの清掃が、まあ、昼間あるよね。で、まあ、そうするとさ、やっぱりこう、そのね、同じ人間がこう動いてるからね、ちょっと難しいんじゃないのなんて言ってたんだけど、せっかくだからさ、なんか考えりゃいいじゃんってことで、で、一応ね、おとといから昼間営業させてるんですよ。で、まあ、なんとなくやればできちゃうっていう感じね。でさ、ね、できないできないってみんな言うんだけどさ、やろうと思うとね、ちゃんとできるわけじゃん。で、じゃあ実際できたことによってどうなったかっていうと、昼間からさ、やっぱお客さん来てるんですよ。で、これもゴールデンウィークね、まあ、たまたまほら、城ヶ島とかさ、ね、あそこ、三浦半島とかがさ、ね、第5の、あ、じゃあった、ミシュランのグリーンガイドに載ったでしょ。で、また城ヶ島はさ、第4の観光地ということで、まあ、神奈川県の第4の観光地ということで、指定されたことによって、まあ、あちこちでアナウンスされてるわけだよ。でね、結構ね、人が来ててさ、で、今日もね、今来るときね、ちょっと逆方向なんだけどさ、いろんな車とかハーレーとかさ、オートバイとか、ね、もうすごいよね、軍団でこう来てるんだよ。で、渋滞してるわけ。で、ね、これさ、毎日こういうのだったらいいんだろうなと思うんだけども、一応ね、人が来てるわけだね。で、それはさ、昔ね、僕が大体6年くらい前かな、三崎の方に、たまたまさ、ね、アパートを買ってさ、なんてことをやっていく中で、今の、ね、阿佐ヶ谷リゾートのホテル買った頃ね、もう何もない町なんだよね。でね、みんなさ、町の人たちがもうどうしようもないなって言ってるわけ。この町自体に住んでいながら、町がどうしようもないって言ってるわけ。で、人も来ないし、ね、高齢化するし、で、さ、どうしようもないって言ってさ、じゃあどうしようもないからな、じゃあ何かするのかっていうとさ、何もしないわけじゃん。で、さらにさ、もうひどいのがね、僕が引っ越した頃はさ、花火大会やってたんだよね、毎年。で、それでさ、ある日突然さ、花火大会がなくなっちゃったわけ。ね、4年前からなくなったんですよ。で、なんでやんなくなったのって言ったら、ね、要するに予算の関係だ、ね、花火のね、その、消防の関係だ、ね、あと法律の関係だ、ね、あと協力者の関係だ、もうとにかくさ、できない理由ずっと言うんだよ、この商工会議所の人たちがね。でさ、じゃあそれやる方向考えたらどうなのったらさ、ね、いやそれもうできないですよっていうわけで、できないできないできないって言ってて、で、3年間さ、やらなかったんだよね。でさ、町がダメなんだから、ね、みんなで頑張ろうぜっていうんじゃなくて、町がダメだからもうやるの予想せになっちゃったわけで、それ、かつね、今さ、三浦海岸のね、花火大会やってるんですよ。でさ、僕たちもね、ほら、一応ね、クラーシビルマネジメントは、三浦市のにね、要するに拠点としてるから、一応法人なんだよな、三浦市の法人なんですよ。まあ、その関係で、ね、CF ビルマネジメントも今ほらホテルとかやってるからっていうんで、まあ、寄付はさ、求められるから寄付するじゃん。そうすると、どこに行くかっていうと、ね、三浦海岸の花火大会に行くんだよ。お前おかしいだろって、ね、だって三浦海岸で花火大会やってくれても僕たち何も影響ないんだよって、それはね、京浜急行だけが利益出るだけで我々関係ないでしょって、いや、ことをね、この間から言ってたわけで。さ、一応去年ね、もうあんまり頭きたから、一応ね、みんなでさ、若手集めて やろうぜってことになって、で、やることになったわけで、実際にさ、やったんですよ、ね、で、やった効果としてはみんな大賛成なんだ、ね、要するによかったって言ってくれてるわけで、あとはね、ね、地元に住んでるさ、年寄りの人たちが一番ね、僕耳にしてたのは、ね、花火大会やめてからさ、孫も来なくなっちゃった、子供も来なくなっちゃった、ね、っていうことを言ってるわけよ。まあね、そんなことをさ、ね、町の中で言ってるのに、ね、市役所もさ、動いてくれないし、商工会議所も動かないし、どういうこと、誰も動かないんだよ、めんどくさいから、ね、で、そのね、僕思うんだけど、ね、結局去年やったでしょ。でさ、今年ね、8月の17日に、ね、やること決定したんですよ。で、これはもう三浦市も商工会議所も協力してくれてね、今年ちゃんとやるんですよ。でね、これやるって決めてやってるわけ
で、そうするとさ、今度ね、やるってことを決めてやってるから、みんなそこにね、あの要するにさ、意識がいくわけだろ。でさ、それで町がさ、どん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 活性化するわけじゃん。で、今ね、僕なんか今ね、城ヶ島でね、阿佐ヶ谷崎ホテルで、阿佐ヶ谷リゾートで一応ほら、ね、飲食店やってて、で、この炭火焼蔵っていうのをね、三崎の、ね、三崎港の、ま、ど真ん中にさ出してさ、で、ね、おまけにさ、今度は阿佐ヶ谷って名前で六本木に店出してるんですよ。で、そういうことをしながらさ、このね、町をさ、僕たち別に金もらってやってるわけじゃなくて、ね、きちっとそのさ、インフラをね、整備してるわけじゃん。で、昨日ね、来てくれたお客さん、一昨日来てくれたお客さん、ね、一昨日もね、満席ですよ、僕が行った時にね。で、昨日もほぼ満席ですよ。で、昼間もね、団体が入ってくれて満席なわけじゃん。でね、それね、今までそこの町にね、なかったお店なんですよ。だからなかったからって来てくれてるわけで、昨日僕はね、ちょうど親戚なんかとこう飯食ってる時にね、さ、おばあちゃん一人と息子さんなんだろうな、息子さん夫婦と来てくれてて、で、あ、ね、親孝行な人だなーなんて思ってたの。違うんだよな。うちの、まあ、スタッフに聞いたら、おばあちゃんがうちの店気に入ってくれちゃってるの。で、おばあちゃんが、ね、息子夫婦連れてきてるの、ね、それでこの人、ね、月にさ3回くらい来てくれてるわけ。おばあちゃんが来てくる、息子さん連れてきてるっていう世界で、いや、で、息子さん夫婦も結構楽しんでくれたりなんかしてて、で、つまりさ、今までね、そういう店がなかったから来てくれてるわけだね。で、昨日もね、来てくれた、ね、僕が見てる中では、まあ、普段街で会わない人たちですよ。僕たちがいわゆるいつもさ行ってる店に、ね、もう6年も住んでるとさ、大体顔見知りの人がいるわけじゃん。この人たちはね、ほとんどいないですよ。新しい人がどんどん来てるわけで、昨日もね、さ、ね、昼間団体で来てくれた人も、要するに、なんか法事かなんかでね、使ってくれたりなんかしてて、で、ね、いろんな人たちがこう来てくれてるっていうのは何かって言ったら、そこに新しい店ができたから来るわけじゃんってこと、ね、花火やるから観光に来るわけでしょってこと、イベントあるから人が来るんでしょ。で、それを要するに継続的に僕たちがね、計画してさ、やってあげてるわけだよ。で、今度また5月の5日に、イージークルーズね、で、またアメ車何台か来るし、で、今回は3回目なので、イクラさんとかさ、一応ね、ソウルシンガーのイクラさんとかが、まあ、一応イベント組んでくれたり、ね、ひょっとしたら音楽イベント、まあ、やるかどうかわかんないけども、一応そういうのを企画してくれててね。で、これもやっぱりさ、3回目でね、人が増えてきてるから、いろんな形でいろんな人がまた協力してくれてるわけだよね。っていうことは、つまりね、何でもそうなんだけど、人ってね、ダメになるとかね、できないって考えると、要するにさ、できないんですよ。で、やるって決めればできないことはないわけで、できる方法を考えればやれることはできるわけじゃん、ね、で、それはさ、ね、商工会議所が、ね、予算、ね、いや、ね、花火いっぱいやるとね、大体750万から900万かかるんですよと、このお金集まらないでしょ、言ってるわけで、実際僕たちがじゃあ手作業でさ、みんなで知恵絞って、ね、安く何かできる方法ないかなやってみたら、225万でできたでしょってこと、ね、要するにコスト3分の1でできたんですよ。で、みんな去年の花火が今までで一番良かったって言ってくれてるわけ。なんでかっていうと、ね、こじんまりしてるんだな。要するにさ、わざわざ金かけて高いところまで上げたって、ね、街は狭いんだからさ、首が疲れるだけでしょって。だから、ね、小さい範囲であればその花火の、ね、要するに、警備も範囲が狭くて済むわけだよ。で、そうするといきなりコスト下がるわけよ。で、花火もね、要するに花火師の人と直接交渉して、ね、やってくれる人がいてね、で、この人がいたから安くできたわけでしょう。でね、みんなでやろうと思えばできることはできるんだね。で、結果的に去年やったから今年ね、仕方なくってなのかわからないけども、やることになったわけ。で、人はやっぱね、行動するときにやっぱりさ、ね、できない理由をね、いくら並べても何にも無価値だってこと。なんでかというと、やらないってことだから。で、できない理由をずっと言うことは、やらないことをずっと言ってるだけだから。で、そうすると物事は何も進まないし、何も発展性ないわけじゃん。で、結局ね、死ぬまで育ってるいるしかないでしょってことになっちゃうの。だから僕は思うんだけども、人が生きてるとかね、要するに会社が成長するってことはね、要するにできない理由を言うことじゃないんですよ。やれることを考えること、これが一番正しい、僕はね、運営方法だと思うんだよ。で、まあ、なんとなくさ、こうね、みんなこうね、なんとかな、頭の中でおかしいんですよ。
さ、僕はね、やろうと思えばできるということは、もう子供の頃からそう思ってるわけ。人ができることを僕はできないわけないだろうっていつもね、思ってたから、何か人ができることは自分もできると思ってるわけ。だからやれるわけじゃん。ね、で、ということは、ね、要するに、いつもね、やる方法を考えること。ね、例えば、今ね、マニュアル作成してる新人の人たちがね、手伝ってくれてね、で、これさ、新人の人にマニュアル作るわけないじゃないって、ね、できっこないでしょって言ってるやつがいたらね、見てください。ね、今構成してるけども、できてんでしょっていうの。で、それは、やる方法とか、やれる方法を考えれば、できるじゃんってこと。ね、で、それはできないって言ったら、マニュアル何も手つかずのまんま何年も何年も、要するに何もやらない人たちがいたからできなかったわけでしょってこと。今はできるようになったでしょって。何でかって言ったら、やるって決めたからできるようになったの、ね、これもう、ね、今全社的にいろんな形でマニュアル作ってるね。当たり前だけどさ、教育するときに教科書なかったら教育にならないんだよ。だからね、マニュアルっていうのは会社の中でこうしようぜああしようぜって規範をね、要するに作り込むことだから、やっぱマニュアルがなかったら人になんかね、教育はできないんだよっていうこと。これは最初から分かってるんだけど、だけど誰かがやらないとダメなのに、やらないからできない、ね、できない理由をいつも言う、だからできませんってことになっちゃう、ね、だからこれはね、ぜひね、僕はね、この会社運営の中で要するに、誰かにこう言うでしょ、そうさね、いやそれは、ね、できないですよとか、ね、忙しいですよ言うじゃん。でもさ、やれる方法ってないのって言うわけ。そうするとさ、ね、じゃあいつまでにこれやろうよって言うと、ね、実はそれさ、じゃあできないことないかな、まあ社長が言うんでしょうがないな、思うじゃん。でもね、できるんですよ、ね、それってことは、できなかったってことは嘘だったわけじゃんってこと、ね、できるでしょってこと。だからぜひね、僕は何でもそうなんだけども、ね、一つ一つ、ね、物事っていうのは、ね、やる動くときには、ね、要するにまず方針決めたら、ね、それに基づいてまず動いてみることでしょう。で、動いてみて初めてその中で要するにできることとできないことがあって、できないことはできるために何をするか、人が必要なのか、お金が必要なのか、機会が必要なのか考えればいいことじゃないんですかってことなのね。まあ、ぜひ今回ね、いろんな形でさ、いろんな事業やってるんだけども、要するにね、よしやろうぜって言う、ね、人がいるからいや動くわけだ。で、よしやろうぜって言い始めないと、まあ社長が言ったって、職場が言ったってさ、始まるわけだよ。ね、昔 あったね、やりちゃった社員なんかがさ、もう僕の前ではね、こうしまで言うんだけど、実際問題じゃ、社長が言ったってよ、いや、別にそんなこと言ってこねえじゃんなって、いうことを陰でこそこそ言ってるわけ。ね、そうなると、組織ってみんな死ぬのを待つだけになっちゃうよってことなんでね。体の細胞ってそうですね。要するに、じゃあ人間ずっとさ、ね、寝たっきりになってみな、ね、機能は全部、ダメになるんだよ。そうでしょ。人間は生きてて動いてるから機能してるわけ。組織もそう、ね、要するに体の組織っても動いてるから活性化もするわけでしょってこと。で、動いてなかったらこれ活性化じゃなくてただ死ぬのを待つだけになるんだよ。だからぜひね、当たり前だけども、要するにね、人はさ、ね、生きてる間は何をするかってことは、何をするかってことを考えて行動することなんですよってこと、ね、まあ、できる方法を考えましょうってことね。まあ、ぜひお願いします。以上。